はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、フォーマーです。はい、というわけでですね、前回は、福北を作るシリーズをやってきたわけで、でその前にやってたハウツー的な動画の続きをまたやっていこうかなと思います。というわけで今日は止めるという、留置する止めるという題でやっていこうと思います。というわけでですね、以前使っていたなんちゃって山手線と、なんちゃって、中央線が走ってるマップに来ました。で、あの時は450倍速でマップ動いてたんですけど、今回ちょっとそんなに速いと、列車止めとく時間がないんで、列車止めるぞーってしてたら朝になっちゃうんで、なんで、どれだ、わかんない、どれだ、これだ、これ、マップのコンストラクションモードなんで時間変えれるんで、120倍、だから、12分で1日が来るように変えました。ではちょっと見ていきましょう。まずですね、列車止める方法、まず夜が来ないとあれですね。ではちょっと設定していきます。はい、というわけで設定が終わりまして夜に迎えました。列車がどういう風に止まるか見てみましょう。時刻が今22時になるというところですね。終電の時刻が23時で設定していますので、23時以降は列車、指定した駅からはもう発車しなくなるはずです。さあ見てみましょうかね。あ、さあ来ました来ました、寄ります寄ります。さあこの列車はこの駅発車するんでしょうか。この目の前にある駅は、列車が止まる駅なんで、23時以降になるともう発車します。23時になりましたね。もうこれはここまでです。ここを出発することはないでしょう。止まりました。はい、10分ぐらい経ちましたが発車しませんね。この列車はここで営業終了ということになります。他の駅も見ていきましょうか。他に留置を指定した駅はですね、この駅とこの駅、ちゃんと止まってますね。列車止まっているかと思います。はい、でもう一つは川辺の方の駅になりますね。あれ、いな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 、どこいるんだろう。あ、まだ走ってますね。そうなんですよ、23時を過ぎてもその指定された、駅までは別に止まっていくんで、止まらずに行っちゃうんで、この駅までは走ります。でこの駅でも走らなくなるのではないかと。さあどうでしょう。はい、走らないようですね。これで夜の営業を止めることができます。ゲームモードなんかだとですね、夜走ってもお客様乗らないんで、まあこういう風にするのを大事かなと、夜は動かないようにするの大事かなと思いますし、普通にマップコンストラクションのモードでも、いや夜もバンバン走ってるやんってなりたくない場合はこれ使ってみるといいんじゃないかと思います。ただですね、これ問題あるんですよ。今内側線ばっか見てたのはわけがあって、外側線 E231 とか E235 とかあと103系とかいろいろ走ってるじゃないですか。そういうわけでですね、列車がスピードが違うんですよ。となるとこうなりますよね。当然もう、列車のスピードが違うとか関係なくに、列車の間隔がすごい詰まっている線区でこの方法をやると、まあ103系が普通に止まるじゃないですか。23時過ぎてるからもう発車しないようにしようって。でその段階でもう後ろの列車たちは1個前の留置するべき駅、止まるべき駅を過ぎちゃってるんで、次の駅まで進まないかんねえってなるんです。でもその次の駅には103系がもう止まってるから駅に止まれんと、そういうことが起きちゃうわけですね。まあ別にそういうの気にしないよ、お客様は列車の中で寝ればいいじゃん、どうせ鉄道好きだろっていう人はこれでもいいんじゃないかと思います。はい、でこれ複線だけじゃなくて、環状線だけじゃなくて当然普通の線路にも適用できます。こちらに中央線がありますので、ぜひやってみましょうかね。
というわけで、こちらの中央線の方も同じように設定しました。こちらは0時前に最終が発車して、0時から列車発車しないという設定でやってます。一番端っこの駅、折り返す駅で止まられてしまうと、次の列車が入ってきてドンってぶつかって発車できなくなるんで、折り返しの駅から一つ目の駅を、止めるべき駅、列車を留置する駅に設定しています。で、目の前の列車は0時過ぎてるんでもう発車しません。こちら止まりの列車になります。他の駅も見ていきましょうか。いい感じになってるかな。まだこれは走ってますね。あ、止まってますね。ちゃんと止まってますよ。文句は言わせないですよ。ちゃんと駅に止まってます。で、後ろの列車は、まあ、残念なことに、はい、お客様降りることはできません。でも止まってるからね。列車の世界、止まっとけば、列車の費用、普通に止まってる列車としてカウントされるんでですね、乗ってる運転手さんに給料は一体どういうことになってるんでしょうかね。はい、そのめちゃめちゃ減るってことはないと思います。この列車も見てみますか。はい、止まってますね。ちゃんと止まってますね。はい。で、後ろの特急は詰まってますね。はい。詰まってるんじゃないんですよ。ここで止まってるんですよ。夜行列車です。はい。お客様乗ったまま頑張ってください。明日の朝には動き出しますんで。っていう状態ですね。うんうん、いいですね。はい。これで夜止めることには成功したっていうことになるかと思います。はい。ご視聴ありがとうございましたと言いたいわけですが、はい。うすうす感じてるように、これでは困るんですよ。はい、いや、もうそんな、もうそんな線路に立ち往生させた状態でお客様一晩寝かせるなんてとんでもないっていう方向けに次はやっていこうかなと思います。はい、というわけで設定が終わりました。何をしたかというとですね、ちょっと気づかれている方もいると思いますが、この環状線、外側線に関しては、何か3番線、留置線があるように設定しております。で、なんと、先ほどの団子になってた E231233103 系なんですが、これは、3番線の方に止まるようにしました。2番線は今まで通り10分停車したら発車するってしてます。それだったら結局3番線に、来た列車止まっちゃうじゃんと思うじゃないですか。じゃあここの手前の3番線に入る分岐はどう設定してるのかというと、この外側線走ってる3編成のうち唯一 04E231 系だけが、ここで、留置線、分岐線の方に入るようになっています。じゃあ次の駅はどうなってるかというと、次の止まるべき駅ここなんですが、ここは E231 は、直進で、E235 が分岐で、103系が直進。じゃあ最後の、止まるべき駅、留置線、もちろんここにもあります。ここはどうなってるかというと、103系が分岐で他が直進となってます。つまり何をしてるかというと、この3番線、各駅の3番線を各編成の駅、各編成の家ってことにして、毎回この3番線をその列車、例えばこの駅なら103系は毎回3番線に入るんですけど、もう時間になったらもう、いや、もうここ俺の家だから、自分の家だからって言って発車しなくなる設定にしてます。これがあると何がいいかちょっと見ていきましょうか。今回終電ちょっと早めで22時で設定しています。さあどうなるのでしょうか。22時を過ぎました。103系は来るのでしょうか。あれ、来ないまま朝になったら困るぞ。あれ、あ、来た来た来た。はい、入ってきましたね。さあ来ました、来ました、103系が帰ってきました。で、止まります。で、止まって、もし仮に後ろから他の列車が来たとしても、ちょっとあえて意図的に置いてみましょうか。ちょっと E2 さんも来なさい、仕事です。この状態で後ろの列車が来たとしても、後ろの列車は直進、2番線の方を止まって発車していくので、103系が止まっていようが何だろうが関係はありません。もうどうぞ103系を好きに休んでてくださいというふうになります。ちょっと120倍速のお待ちだったんで、103系が来るまでタイミングが悪くてすごい時間かかっちゃいましたが、こんな感じで綺麗に走ることができます。これだったらね、ちゃんとお客様降りれますし、ちゃんとダイヤを組み立てなくても、ちゃんとお客様が降りれる留置、止めるっていうことができるかと思います。はい、朝になりましたので、たくさん気が走ってますね。同じ感じで中央線も設定しています。中央線も設定してみています。
はい、というわけで今度はですね、伏線、中央線の方を見ていきたいと思います。こちらも一回、橋の駅から2つ目の駅です。橋の駅から数えて1つ目の駅で留置するっていうのは1回リセットしています。何を設定しているかというと、あ、今11番の中央線入ってきてますね。それぞれ普通列車4編成あるんですが、4編成それぞれに、はい、この留置線を準備してありました。もう11番は、4番線がもう家ってことになってます。でこの家の駅で何を設定しているかというと、6時始発、20時以降は出発しない、20分間隔で止めることにしています。そうすることによってですね、20時以降は止まっちゃうんですけど、止まったら後ろの列車詰まるんじゃないのと思うんですけど、この4番線はもう11番の列車にだけ、与えられている番線になるので、後ろに詰まることがないというふうになります。さあ20時を過ぎました。終電早めに設定しています。20時を過ぎて列車はどうなるんでしょうか。ちゃんと全部止まりきるかな、見てみよう。はい、どんどん帰ってきてはこうもう動かなくなってますね。11番はちょっと残念ながら4番線が駅なんで通過していきました。走行してる間にちょっと朝になっちゃって不完全燃焼ではあるんですが、これでお客様が降りられなくなることはないかなと思います。はい、いかがでしょうか。